どうも、ひとつき万冊の清水裕光です。今日ちょっと動画でおすすめ本を紹介したいなと思ってるんですが、100% の結果を引き寄せるですね、 1% のアクションっていう鈴木さんっていう人が書いた本なんですけど、これ私一冊買ってですね、発売日ぐらいに買って、で、まあ、すごいいい本だったんでスタッフ全員分買いました。で買って進めたんですけど、何がいいかっていうとですね、まあ、自分簡単に言うと自分の中の思い込みっていうのを気づかせてくれることに挑戦している本なんですね。じゃあ思い込みってどういうことなんだろうっていうと、もう自分がそれで当たり前だと思っていることだけど実は違うことに気づく。よくですね、私がこの思い込みで皆さんの思い込みすごくあるんだなと思うのが、ひとつき万冊っていうサイトをですね、運営してるじゃないですか。ひとつき万冊というのは1ヶ月1万冊読むぞっていう気合のもとに、まあ、私がひとつき、まあ、1500から3000冊ぐらい読んでるサイトなんですよっていうふうに、まあ、それを目指してるサイトなんですよって、ひとつき1万冊を目指していて、すでに数千冊読んでる私のサイトなんですっていうふうに言うとですね、ひとつき1万文字ですかとかって言うんですよね。ひとつき1万文字ってなんかなんでそんな表現するのか分かんないんですけど、あるいはひとつき数千冊だっていうのがどうしても理解できないらしくて、2、3回説明してもひとつき数百冊か数十冊かって答えるんですよね。おそらくですね、それはもう自分の中の思い込みで、そんなひとつき数千冊なんか読書無理だろうっていうふうに思ってるわけなんですよ。それが無理やりその解釈として多分数百冊なのかなっていうふうにこの理解してしまうというかですね、こう自分なりのフレーム、まあ、この本に書いてあることは自分なりの思い込みに照らし合わせて現実を無理やりねじ曲げて理解してしまう。でそういうふうなことっていっぱいあるんですよ。例えば社長は孤独だとか、社長は営業頑張んなきゃ、社長こそが営業頑張んなきゃダメだとかっていう風な話あるんですけども、それも私は思い込みだと思うんですよね。社長は私も経営者やって9年目ですけども、まあ、むしろ私は社長なんか理解されなくて孤独な方がいいと思ってるんですよ。だって社長の言ってることが理解されちゃったら逆にやばくないですか。だって社長の言ってること全部理解されちゃって分かってるっていうことは、従業員と社長同じレベルだってことですよ。ってことは全部分かられちゃったら逆に独立されちゃうじゃないですか。だから社長はもう何言ってんのか分かんないと、なんだか分かんないし、すごいこと言ってるんだけど何を言ってんのかよく分かんないんだけども、ついてったらうまくいったぐらいで僕はちょうどいいと思ってますし、でもなぜか社長は孤独だっていう人いるんですよね。なかなか理解されない、でも僕逆にそっちの方がいいじゃんっていうのも一つのまあ思い込みの破壊だし、社長は営業しないとダメだっていうのもこれ思い込みで、私も起業して最初の数年は営業してましたけど、自分でもう営業何年もやってませんよ。でも別にうまくいってますし、でそれは我々のような中小企業だって実現できることだし、そういういろんな思い込みが自分にあるんですね。そういうのに気づかせてくれる本で、自分の中の思い込みを破壊するとどれだけ成長するのか、でこれはすごくいい本だなと思って、今日はおすすめ本として紹介したいなと思って取り上げました。でこの自分の中の思い込みに気づくっていうのはですね、もう本当に古代の時代から、言ってみればソクラテス風に言えば無知の知ですよね。そういう時代からずっと続いてきたことなんですよ。でその自分の中の思い込みを外して、あ、これ思い込みだったなっていうのを外して、でこれが思い込んでたことじゃないか、こういう捉え方もできるじゃないかって気づいていくことこそが人間の成長だと思っていて、また私がたくさん読書をしているのも、まあ、それが理由なんですよね。自分の中の思い込みって何があるんだろうっていうのを新しい本から視点を得て気づいていくっていうのがやりたいことの一つでもあるので、そういう意味ではソクラテスの本を読むよりですね、現代人にはこっちの方が非常に分かりやすく書かれているので、すごいおすすめの本です。それでは。